ワールドベースボールクラシック。ワールドベースボールクラシック。英語、略称。は、メジャーリーグベースボール。MLB 機構と MLB 選手会により、立ち上げられた、ワールドベースボール。クラシックインク。WBC が主催する、世界野球ソフトボール連盟。WBSC 公認の野球の世界一決定戦。年代後半頃から、メジャーリーグベースボール。 MLB では、東、アジアや、北、中米カリブ海諸国の選手を中心に、MLB の国際化が進み、彼らのようなアメリカ合衆国以外の国籍を持つ、MLB 選手によ、活躍が著しくなったという。また、2000年代初頭から、メキシコや日本等のアメリカ合衆国内以外で、MLB 開幕戦を開催する通して、本格的な MLB の世界進出。 グローバル化戦略による MLB 拡大と多摩マーケットの拡大、それに伴う収益の拡大を目指していた MLB 機構のバドセリグコミッショナーは野球の世界一決定戦の開催を提唱。関係各所で国際野球連盟、i ブ f 主催の大会に出場していないメジャーリーグ選手を中心とした各国のプロアマ野球リーグ選手による国別世界一を決める。 国際大会の開催へ向けて協議がなされきた。2005年5月に MLB 機構が翌年3月に野球の世界大会を開催することを発表。7月12日に MLB オールスターゲーム開催地のデトロイトで参加が確定していなかった日本とキューバを除く14カ国の大が出席して開催発表記者会見が行われ大会の正式名称。 ワールドベースボールクラシックが発表された。記者会見には、セリグコミッショナーのほか、各国の選手代表として、ドントレル・ウィリス、アメカ合衆国、カルロス・ベルトラン、プエルトリコ、カルロス・リー、パナマ、アンドリュー・ジョーンズ、オランダ、サイ・ヒロシ、韓国、ミゲル・テハダ、ドミニカ共和国、ジェイソン・ベイ、カナダ、ジャスティン・ヒューバー、オーストラリアが出席した。 WBC 開催を記念して、同年のオールスターゲームでは、前日に行われる恒例のホームランダービーが、異例国別対抗形式となった。当初、日本、NPB は、MLB 側の一方的な開催通告や、MLB 中心の利益配分に反発し、参加を保留。日本プロ野球選手会も開催時期の問題から、参加に反対し、2005年、 平成17年7月22日の選手会総会で不参加を決議した。しかし、MLB 機構は参加を保留する NPB に対し、改めて参加を要求し、もし日本の不参加により、WBC が失敗に終わった場合、日本に経済的保障を要求することを通達。さらに、WBC への不参加は、日本の国際的な孤立を招くだろうと警告した。 これを受けて、日本プロ野球選手会は、不参加の方針を撤回。最終的に同年9月16日に、選手会の古田厚也会長が、NPB 機構に参加の意向を伝え、日本の参加が決まった。その結果、2006年3月に、MLB 機構が選抜した16カ国、地域が参加する、第1回大会が開催された。なお、 MLB 機構はこの大会を夏季オリンピックの野球競技に代わる国際大会として育てたん以降出る。2009年3月に第2回大会が行われ、これ以降は4年ごとに開催されることになった。2011年12月3日、アイブフのリカルドフラッカー理会長が WBC の主催者と話し合った結果、第3回大会からは、 従来の招待制から予選を行う大会方式に変更する条件でアイブフが本大会を世界一決定戦として公認することとなったと発表した。2013年の第3回大会からは3カ国、地域の数を28カ国に増やし予選も導入して開催された。また2015年からアイブフに代わる野球の国際組織である 世界野球ソフトボール連盟 WBSC 主催の新しい国際大会 WBSC プレミア12も開催されている。WBSC プレミア12は4年に一度 WBC の中間年イコール下記オリンピックパラリンピック前年に今後も開催される予定である。大会規定は毎回異なり大会実績を反映させて毎回改良されている。 どの国に属するかは、オリンピック検証のように明確には決められておらず、アレックス・ロドリゲスなど複数国で代表資格を持つ選手が多い。例を挙げると、日系ブラジル人の佐藤二郎は2003年に日本へ帰化しているが、WBC にはブラジル代表で出場している。選手は、下記のいずれかに該当する場合、各代表チームへの出場資格を持つ。 ドミニカ共和国出身選手は、米国市民権を得るために、ドミニカ国籍を放棄しなければならず、オリンピック憲章をそのまま適用すれば、ドミニカ代表でプレーできないドミニカ出身選手もいる。また、イタリア代表には、イタリア系アメリカ人が多く選ばれているが、これはイタリアが、イタリア系の外国人に容易に市民権を与えるために、それを利用した結果であり、 アメリカ人をルーツに当たる国の代表に選んでいるとするのは誤解である。第3回大会予選へと出場したイスラエルもイタリアと同様にユダヤ系の外国人に容易に市民権を与えるためイタリア代表と同様イスラエル代表チームも主にイスラエル系アメリカ人により構成れた。しかし第4回大会では イスラエル代表27人中イスラエル国籍の選手は一人だけであったため、あるゴシップ系の書籍では、ユダヤ教に回収すれば、世界中の誰でもイスラエル代表になれるなという書き立て方がされていた。国際野球連盟、アイブフによれば、WBC でドーピング検査を実施するのは、世界アンチドーピング機構、ワダで、メジャーリーグの規定よりも、 禁止薬物の範囲が広い国際ルールが適用されるわであった。しかし実際には和田が正式な意検証を提出するほどに WBC での禁止薬物規定は少なかった。検査は WBC 開催前と開催中に実施され、開催中は任意の試合で各チーム2選手を選びで試合後に検査を行う。メジャーリーグの組織に属する選手には 合計108回の検査が行われる予定で、リーグ機構と同選手会はこれに同意している。2006年の大会では、アイブフの発表によると、全出場種の22.5%が検査を受けることになるという。アテネ五輪予選では一度目の違反で即刻、出場取り消し、さらに2年間の出場停止が課されたが、WBC でも同様の罰則が課される。この場合、 二回目の違反で国際試合から永久追放となる。ただし、メジャーリーガーが WBC の検査で陽性の判定を受けても、メジャーリーグにおける薬物規定の罰則は適用されない。WBC では、各国から得られたスポンサー料や放映権料、ロイヤルティなどの大会収益は一括に WBC の大会運営会社に集められてから、 各チームへ再分配することになっている。主催者側は公式に発表していないが、2006年大会では収益が出た場合、その47%が賞金に53%が各組織に分配され、大会収益が出ない場合は MLB が赤字分を負担することになっていたとい。なお、賞金の内訳は優勝チームが10%、準優勝チームが7%、 準決勝敗退の2チームが5%、2次、リーグ敗退の4チームが3%、1次、リーグ敗退の8チームが1%である。また、各組織の内訳は、大リーグ機構、MLB が17.5%、大リーグ選手会が17.5%、日本野球機構、NPB が7%、韓国野球委員会と、国際野球連盟が5%、 その他が1%という順とされている。2009年も主催者からの公式発表はないが、MLB と大リーグ選手会が66%、NPB が13%だったという。ちなみに、第2回大会の賞金内訳は、優勝が270万 US ドル、準優勝は170万 US ドル、準決勝敗退は120万 US ドル、2時。 ラウンド敗退は70万 US ドル、一時、ラウンド敗退で30万 US ドルとなっている。この他にも、各会場の一時、ラウンド1通過には30万 US ドル、各会場の二時、ラウンド1通過には40万 US ドルの賞与が支給された。また、国際野球連盟、i ブ f には、野球振興の目的で100万 US ドルが寄付された。なお、 第2回大会の賞金総額は1400万 US ドルで、この額は780万 US ドルだった前回、大会の約2倍である。中央に地球儀と野球のボールを組み合わせたボールを配置し、その周りを4枚のスクリューの羽状のものが包み込む、衣装でグローバルベースボールと名付けられた。4枚の羽状のものは、青色、右上、黄色、左上、赤色、左下。 緑色、右下の四色が塗られている。黄色の羽の外側に、開催の聖暦年ワールド、青色の羽の外側に、ベースボール、緑色の羽の外側に、クラシックという文字が記されている。また、共合国の多いスペイン語圏のカリブ海などの国に配慮し、スペイン語のロゴも用意されている。上段から順に、開催の聖暦年クラシコ、ムンドイル、でベースボール。 ワールドベースボールクラシックと大会ロゴは、これらの商標を管理する会社であるワールドベースボールクラシックインクニューヨーク市所在の登録商標、日本代507万8197号他です。ワールドベースボールクラシックの優勝トロフィーは、ティファニー社の職人が200時間以上の時間をかけて制作した。銀在区の老舗のティファニーらしく、材質は銀。 スターリングシルバーである。デザインのモチーフは WBC のロゴのグローバルベースボールであり、台座4枚の板、ボールから構成される。4段にカットされている台座は4ラウンドのトーナメント、1次リーグ、2次リーグ、準決勝、決勝を表し、台座から髪型に向けて斜めに広がる4枚の板と、さらに上部中央に向かう右上の板は16カ国で、 構成される四つのリーグ、一次リーグを表している。その衣装日本の四つ、ドモエモンに似ている。また、四枚の板によって支えられた中央の野球ボールは地球、グローバルを象徴している。2006年2月22日、プエルトリコのサンフアンで行われた初公開の披露式には、WBC の親善大使を務めるトミーラそうだ、元ドジャース監督らが参加した。 優勝チームには金メダル、準優勝チームには銀メダルが選手、監督、コーチの全員に授与される。なお、ベスト4の2チームに銅メダルなどはなく何も授与されない。2017年大会終了時、日本や韓国などでは大々的に報じられ、テレビは連日高視聴率をマークし、バドセリグ MLB コミッショナーも、 日韓での高視聴率に満足感を示した。しかし、開催国アメリカが視聴国のように関心が比較的薄い国も多く、参加国間の温度差が指摘されている。南アフリカ共和国や移民の選手が大半を占め、自国の選手が数人しかエントリーされなかったイタリア、スペインのように、野球自体が本国での認知度が極めて低い国も多い。 アメリカのスポーツメディアは野球に関する報道はスプリングトレーニングやオープン戦に大部分を咲き WBC はその陰に隠れる形であったアメリカでは二次ラウンドの会場で空席が目立ち視聴率も最高パーセント台に止まった第二回大会にアメリカ代表として出場したジミー・ロリンズが他の国とは違いアメリカではバスケットボールとか アメリカンフットボールとか他のスポーツもあるからその時々のシーズンのスポーツに関心が散らばるんだと語っているように3月には全米規模の注目を集める NCAA 男子バスケットボールトーナメントが行われておりまた NBANHL のレギュラーシーズンも佳境であるため本来ベースボールシーズンではない3月にアメリカ国民の目を野球に向けるのは非常に難しいと言われる アメリカ国民の WBC に対する関心の低さは、ワールドシリーズという名の通り、MLB での優勝チームこそが世界一だという認識が強く、国際的スポーツのサッカーや F1 よりも、国内完結型のアリカンフットボールやナスカーを好む、アメリカ独特の価値観、冷戦時代のバスケットボールやアイスホッケーでの対ソ連のように、アメリカ国民に満足感をもたらすことのできる、 宿敵が存在しないとなども原因であると考えられている。大会の勝ち上がり方法については、第1回大会では、第1ラウンド、第2ラウンドで4チームによるリーグ戦を実施したが、2次リーグ A 組で日本、アメリカ合衆国、メキシコが一勝2敗で並び、失点率で日本が2位となり、準決勝に進出した。得失点を含めて順位を決定するのは、 他のスポーツでも行われることであるが、野球の場合は、コールドゲームがあったり、延長戦やサヨナラがあったり、後攻めがリードの場合には9回裏がないなど、得失点の機会に不均衡が生じるため、単純な得失点数で順位を決するには、都合が悪い。そこで、第1回大会では、順位決定に失点率が採用されたが、この大会の2次リーグ A 組で、 メキシコが準決勝に進むためには、最後のアメリカ戦で、延長13回、または14回までアメリカを0点に抑えかつ、自らも、延長13回、または14回まで、無得点で進行し、いずれかの当該界において、さよなら3ランホームランかさよなら満塁ホームランで、勝利、二次リーグは、延長14回まで、またメキシコはこの試合で高校という非現実的な、 条件が必要となった。第2回大会では、第1回大会の反省から、第1ラウンドの各グループから勝ち上がった2チームが、第2ラウンドでも同じ組に入る変則的なダブルイルミネーション方式を採用した。そのため、展開によっては大会を通じて、同一カードが最大5度もある可能性があり、実際に日本対韓国の対戦は5試合行われた。 その他のカードでも複数回の対戦が目立ち、対戦カードに新鮮味がないと指摘された。松坂大輔のように、出場した選手側からも組み合わせを批判する声が上がった。運営組織については、オリンピックの IOC、国際オリンピック委員会、サッカー W 杯の FIFA、国際サッカー連盟のように、国際大会は世界を束ねる。 中立的な立場の組織が主催することが多い WBC の場合は一国のプロリーグである MLB の機構選手会が共同出資して作った運営会社が開催しているため中立的な運営がなされていないのではないかとの意見があるこのこともあり開催国も他の世界選手権競技のような開催国大陸持ち回りではなくアメリカが 中心の複数国共催となっている、公実。大会参加国については、過去2回の大会は、予選なしで招待された16カ国が争う、形式であるが、南アフリカ共和国や中華人民共和国のように、本国での野球の認知度が低く、参加国間のレベルの差が指摘されている。第3回大会では、参加国を28カ国に増やし、1次ラウンドの前に、 予選を行ったが、国内に野球の本格的なプロリーグが存在する国はすでにすべて参加してしまっているため、新規参加国はセミプロないし、アマチュアレベルの国が中心となり、新参加国とアメリカ、日本などの競合国との大きなレベルの差が指摘されている。開催地については、第1回、第2回の大会では、第2ラウンド以降を、第3回では、 決勝ラウンドをすべてアメリカ合衆国で開催してきたが、前日のようにアメリカより WBC に対する関心が高い日本や国で開催すべきだという意見がある。しかし、第2回の時点では大会運営部は第2次ラウンド以降の日本開催の可能性は常にあるとしながらも集客力の観点から現時点での開催地変更には否定的である。第三回では 第2ラウンドの一部を日本で行った。収益は大会運営会社の WBC インクに一括して集められるが、周知域別の一番の大口スポンサーは日本であり、収入の半分以上はテレビの放映権料、官スポンサー料といったジャパンマネー出されている。大会収益の分配について公式的に明らかにされていないが、2009年大会の場合、 優勝を争った日本と韓国は、それぞれ13%、9%に過ぎない一方で、アメリカだけで66%、MLB 機構と MLB 選手会が3分の1、ずつ、を占有したと報じられている。これについて、二宮清順は、WBC は、メジャーリーグのマーケットを拡大し、新しい収入源を獲得するための大会。 真の世界一を決める大会との訴い文句は建前に過ぎないなどと指摘しているが、大会の収支が赤字だった場合には主催者が全額補填することとっている上、MLB が利益を得る仕組みがなければ、メジャーリーガーの参加は期待できず、大会を開催する意味がないとされる。他競技ではバスケットボール世界選手権が NBA も参画して WBC を肩ぎた。 運営方式となることが計画されている。代表チームにつくスポンサーからの収入と代表グッズのライセンシング量がそのまま参加国に入るよう WBC Inc. にスポンサー権とライセンシング権の譲渡を求めている日本プロ野球選手会2011年7月22日名古屋市で臨時大会を開き交渉の結果次第では 第3回大会に出場しないことを全会一致で決議した。NPB は選手の出場級や障害保険料、合宿費用などの支出が大きく採算が取れない状況で選手会は現状では優勝してもリーグや球団に利益はなく選手派遣のリスクを負うだけだと説明しており、12、球団のオーナーも同調したところ MLB 側は 回答期限を9月30日までと設定したが、日本参加による収益を望む MLB は、回答期限以降も参加を受け付けている。その後、当初は選手会と協調していた NPB12 球団のオーナーは、別に収益を確保する構想をまとめたことにより、同年11月に WBC への参加を表明した。大会が開催される3月は、 シーズン開幕前の調整途中の時期であるため、シーズン中に開催するのがいいのではないかという意見がある。日本は強化試合など大会への準備を行ったが、アメリカ代表が集合したのは、大会一時ラウンドのわずか5日前であった。長いシーズンを戦う下地を作る、この時期に、所属チームを離れられないという現実がある。また、選手の怪我が懸念され、 メジャーリーグ各球団の全面的な協力を得ることが難しい。さらに、選手の契約上の問題もあり、実際にアメリカ、ドミニカなど有力メジャーリーガーを抱える国では、選手出場自体が相次いだ。日本プロ野球でも出場自体者が多数存在し、日本やチャイニーズタイペイの代表選考に影響を与えている。WBC に出場した選手の中にも、 ロイ・オズワルトやブライアン・マッキャンなどのように3月という開催時期に苦言を呈している選手もいる。第2回大会で参加を辞退した CC サバシアは非常に興味深い大会だと思うが緊張感ある試合を行うには時期が早すぎるために参加できなかった。開催時期の問題を除けば素晴らしい大会だと思うと語っており候補選手の相次ぐ事態を防ぐには 開催時期の変更が不可欠とも言われている。しかし、アメリカの野球ファンがシーズンの中断を望んでいないことや、戦術のようにアメリカではほぼ年中何らかのスポーツイベントに国民の関心が向けられていることなどにより、3月以外にこれといった開催時期は見当たらないのが現状である。バドセリグ MLB コミッショナーもタイミングが悪いと言われていることは理解している。 3月は大会を開催できる本当に唯一の時期だとしており、第3回大会もこれまでと同様に3月に開催し、MLB のシーズンを中断することや、ワールドシリーズ後の11月に開催することは考慮ていないと話している。シーズン終了後の開催案は、肉体的疲労やオフの短縮により歓迎されていない。アメリカのメディアでは、第2ラウンドまでは、 開幕前に済ませ、決勝ラウンドのみ、オールスター期間中に行おうといい意見があるが、この案では予選と決勝ラウンドの間隔が開きすぎて、盛り上がりに水を差しかねないという懸念がある。また、日本や韓国が決勝に進出した場合は、本国でのシーズン真っ只中に飛べなければならない。これに関しては、ESPN 解説者のジェイソン・スタークが、 彼らはオリンピックでも同じことをしているから問題ないと主張している。第1回大会にアメリカ代表のエースとして参加したドントレル・ウィリスが WBC を境に長期スランプに陥ったことから WBC がシーズンにもたらす悪影響が指摘されるようになった。そのため第2回大会では第1回大会以上にメジャーリーガーの事態が相次ぐことになってしまった。 2009年の第2回大会開催前には、ニューヨークヤンキースが運営するケーブル TV 局イエス・ネワークの公式ファンフォーラムで、ヤンキースの投手が誰一人として WBC に参加しないことを歓迎する意見が寄せられた。ボストン・レッドソックスは、第2回大会の開催中に、ダスティン・ペドロや、ケビン・ユーキリスに、軽度の故障が発生すると、即座に代表を離脱させた。 このように、高額年俸を支払っている選手に、シーズン以外の場で故障されてはかなわないという姿勢を持つ球団が多かった。大会に非協力的な球団の姿勢が、結果的に自退者を増やすことになってしまった。第2回大会後は、イチロー、松坂大輔、コアキム、ソリア、エディンソン・ボルケスラが、WBC の影響で故障者リスト入りしたと報じられた。 さらに、全球団中最多の15人が WBC に出場したニューヨークメッツで WBC 出場選手に故障が続出したことからニューヨークのメディアが WBC の悪影響を指摘した。その他の不審に陥った選手についてもその原因を WBC に結びつける報道がなされた。このような状況から一部アメリカメディアでは WBC の開催自体に批判的な報道も なされており、次回大会以降への影響が懸念されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。